おはようございます。画家のおぎです。本当にちょっと昼寝してましたの、ね、でおはようございます。え、第262回の日光評価を始めたいと思います。え、この日光評価は、画家でありますおじさんが皆様から送られてきた作品をもうちょっとこうしたらあしたらという企画でございます。え、ぜひぜひ、次回はですね、2月の1日の募集ですね。で、えっと、メンバー限定場というのがありまして、それって何かというと、おメンバーになっていただいた方だけしか見れない動画というのが のがあるんで、すねでえっ、ー、と、それは例えば、え、ちょっと恥ずかしいわーとか、みんなに見てもらう恥ずかしいわとか言う人とか、えっ、ー、と、あと、公募展の前で、え、ちょっとこう、えー、の、構図見てくださいやとかっていうのとか、あ、こんな絵描こうと思ってますけど、これ落選したんですけど、これ、ちょっととかっていうのをこう、一般にこう、お見せできないような動画。 を,を見せているところで、まあ、結構これそれあの結構はっきりと言うてたりしますのでよかったらあぜひぜひメンバーになって皆さん出してみませんかあまあそのメンバーになられるあ特権としてはこちらの作品でございます、えー、特典としてはあとはあ皆さんで旅を2月1日やからそのちょっと後にもどっか一歩行きますよ あの、なんとか島に行きますよ。えっ、ー、と、沖縄のなんとか島。もうそういう,こう情報とかですね、海外の混乱の情報とかもあったりとか、似顔絵描いたりとか、こちらの作品です。えー、いろんな特典ございますので。 ね多分入られて損はないのかあるのか知りませんがチャンテドさんでございます、えー、アクリル絵のグオーターフォード中目 F45 留守番中の犬昔かった愛犬はあ年老いたので玄関内で過ごせるようになりましたがあ家族全員が出かけるとこっそり部屋に上がって寝ていることが多々ありました手先から帰る車中家族でよく茶色部屋で、えー、テレビつけてたらドライするとタバコ吸ってたらライすると 噂ししししてて楽しんでたた頃を思い出して描きましたアクリルに挑戦してみましたが最初は薄く描きすぎました、えー、テレビは描かない方が良かった方が良かったかなと思ってますアクリル楽しいだそうでございますいやあ合ってると思いますよあのすごいこう茶色ちゃんいいですよテレビはね全然描いていいんですけどあのこれ本当にね あの前後関係の出し方とかそういったことを覚えていったりね難いそこは難しいんですよそういうのをデッサンとかの動画とかね見ながらとかあのやっていかんといかんところあるんですけど全然書いていいと思うんです。でこれねあの後ろの方とかを元気でしょ3時から2時まで録画してましたかね夜中のね。 八本目です。ここの色なんかが画面の方がボーンと飛んで見えてるのわかります。で、これこうすごくコントラスト強いでしょで、この黒を置くのは全然いいんで、黒、暗い色を置くのはいいんですけど。背やったらば、ちょっとこの。 周りとの関係で少しこう、少しこういうところを水を目にしたような絵の,あのあ、あれとかで、ちょっとこう、周りとのぶつかり方を少しこう弱くしたろうかなとかっていう風にしてあげたりとか、チャイロちゃんのね、チャイロちゃんとの距離感みたいなものとかを、いや、いいですね。 <laughs> テレビ見てたらどないするとか、タバコ捨てたらどないするとか面白いですね。それはなかなかなんかありえん話でもないというか、ありへんか。なんかこう会話としてはね、ありそうな会話ですよね。こう これも難しいですけどね。この奥行きを出すなんていうのをね。こんなんね。本当にね。でこういうのってね。もでこういうのを基礎力というような部分の一つやと思います。これ全部ではないですよ。でも、こう前後関係を出すためのものすごくこう。昔からあるトラディショナル伝統的な方法のあがあるんですね。もうそんなんこう。もう遠近法とかっていうのも方法やったりするからえー。 そういう方法みたいなのは昔からありますでそういういのをちょっとこう覚えていくと今顔の部分ギュッとこう出していったんですね。お分かります出てきたの分かります茶色がこうちょろっとこっち向いてて「おどないなんやこれ」やとかいう感じがね見受けられたりとかちょっとこういうのは本当にこう少しですねアクリル絵の具のあれをですねちょっとこう使い方みたいなのを少しずつこう覚えていかれて。 まあ、水を多めにしたりとか僕はグロスポリマーメディウムとかって呼ばれるものとかを水に薄く溶いてグレーズとかっていうのを全、まあ、面にやることはありますけどこう部分的にこういうふうにやってみたりとかするとだけでもね チャイロごめん <laughs> チャイロワンコロチーからクマに見えてきたというあすいませんね少し例えばあ背面とかをこういうふうにしてみたりとかまあテレビなんか別にこういいんですいいんです全然もう逆にこうエッジ強く書いてあげてもいいけど周りとのぶつかり方とか周りにこの、えーえー、テレビから影が落ちているとかそういったものを書いてあげたりとかするとおどうですかね出て。でで まあこんな風に逆さにして描き上がってと思うかもしれないですけどそういう風にするとよく見えるんですねピッピどうですか茶色くんだいぶ前出てきたでしょこの円って全然いじってないから出てないですけど茶色ちゃんが少し、えー、茶色って茶色い色やから茶色そんなシンプルな名前の付け方しませんよねなんかねそんなんね、えー、少しこういうところとかもわー,ーっとこう前に出てくるようなことをしてあげたりとかすると 茶色やから茶色とかそんなわけがあれへんですよねということでぜひぜひ皆さんも参加をお待ちしておりますいやもうこれだけこうかけ逆にかけていたりとかするとそういった前後感が長なりましたあ最後やからとあと寝起きやから元気でございます次の作品でございますこちらの作品です八、えー、8本撮りやったからね7本一気にいってましたからね富士山麓の高知さん、えー、いつものカフェ画材サイズ 透明水彩水彩紙 F にいつも行ってる画材店の向かいにあるカフェに行きましたいつもいる大学生くらいの店員さんを主役にしましたはじめは接客に慣れていない感じでしたが最近は慣れて慣れ馴染んできたあーようです勝手に心の中で応援してます頑張れーってねいいと思いますよ頑張れって若者が頑張れということで、えー カフェの店員さんね。はい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 。面白いね。な,んか,おもなかなかこっそり見ている感じとか、結構面白いですね。こないは結構面白いですね。紙の種類やら何やらがちょっと書いてもらえたら嬉しいかな。何の紙かな。 なんかこう画材に関してのこの水彩紙 F2 とか、透明水彩ですけど、ちょっとこう種類まで見たいですね。なんかね、悪くはないんですけど、写真撮り方かなもうちょっとなんか写真が綺麗に写っていたりしてもいいのかなという感じがして。でね、なんかこういうこう天井面みたいなのがなんか波打ってるような感じがするなとか、これ、これは何やろうな。 ちょっとと暗いところで撮りすぎてんのかなこうこうあの上からのこうあれが照明かなんかなのかなとか、ね、こう机がこうどういう風になってんのかなとか意外とそういうのがもうちょっとこう写真の撮り方によって見やすくなってくるんじゃないかなと思ってたりします。なんかね、少しこう 全体的に富士山麓の小路さんの見るとねそういうのが見えにくいなと。でここのこう例えばこの壁みたいなのが天井にどうなってんのかな <laughs> どうなってんのかなでそういう,こう状況みたいなのがあの描けるだけですごくこの絵変わりそうなんですね。本当にこうなんかあのー 動画とかの絵、えー、みたいな感じで、えー、いろんなものからコソコソコソとこう見ているような感じみたいなのが見えてきて、面白いなと着眼点とかもいいので、ただ多分写真の撮り方とか一つでだいぶこう変わりそうな感じがするんですよね。お友達ね、いっぱいいあるからぜひぜひね、どんなでやっとるよとかっていうね、あの、ある程度スマホとかで大体で、今のスマホとかで大体撮れると思うんですけど、 で垂直やったら垂直みたいなのが少しピタッとこうしてたりこの天井のこの白いのは何なのな天井から吊ってあるような <laughs> で、えー、ある程度こうね,ね垂直椅子とかが手前にあってみたいなこう状況がもう少しこう分かるようになってきてね、うん でえー、こそっとこのねあの大学生のアルバイトみたいなのがこそっとこうそっと見えてくるような感じになってきたりすればねいいなというふうに思いますけどねこの,あの天井から吊ってあるこれ多分これはけ蛍光灯っていうかこうあのね照明やと思うんですけどねこういうところをクッとこう初めからこうなんかこう塗り残すっていう感じにしてやったりとかしてね えー、私やったらば、あのー、ここのとこも、マスキング液じゃなくても、えっ、ー、と、シールかなんか貼っとくだけでもええし、この間ね、ちょっとこう、あれでやって練り消しでやってみたんですよ。案外できました。<laughs> 練り消しを始めから貼っつけといたら、あ、できんにゃと思って、ね、もうすでにそういうの知ってる方もおるかもしれないですけど、練り消しその辺にあったからポイントつけてみたら、案外ここのところにマスキング効果が出ましたので、 なんかその状況みたいなのがもうちょっとこう伝わってきてほしい、まずね。で、本当着眼点とか面白いので、えー、と、紙の種類とかもちょっと今度教えてもらえればなと思ったりとかします。それで少し大きな面でブン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 と置いていけたりとかするといいですね。で、その大きな面を置いた時にもうちょっとこう、茶色系の中に少しちょっと違う色が入ってるとかですね、違う系の色がちょっと入ってるとかっていうので、大きな色を、まず面を置いていくような仕事が入ってくると思ってよくなると思います。 はい、次の作品でですすこここちらでございますおいこれはどこかな、えー、とおお徳森さん「田園風景長野 F515 号横油彩キャンバス」お,お世話様ですとこれはかなり前になりますがスケッチに行った時のものを参考に,参考にして描いたものですよろしくお願いいたしますということであの僕はこう白馬から松本空港に帰る途中になんか美術館ありますよねなんとか美術館という。<laughs> でえー、とそこから見た景色がいいですよってちょっと聞いたから帰り道に寄ったんですけどそこで結構あの2人油絵かかなんかをがっつり描いてました、ね、おこん,なこんながっつり描きはんねんやと思ってそこの現場でスケッチしてはりましたあのすごいこうあこんながっつり描きはんねんやなと思ってちょっとびっくりしたのを記憶しております非常にこうあの優しい色使いと本当にこういうね大きな色面のこう、あのー、面積がドーンとできてくる よようなこういうなこい風景ですよねちょっとこうあ九州にはなかなかないなという風景だったりしますあのぜひぜひ行かれてない方とかね行ってみたいなっていう方いたらですね、えー、はいでこ,こちらのところとかがまあ、ここも写真の撮り方かもしれないですけど。 ちょっとここまであのせっかくこれだけ後ろの方とか色を作ってるんですけど突然なんか赤とかですね突然こう、えー、裏の,こうの倉庫か何やかんか知らんけどのところの暗い中が黒に近いような色とか置いてあって絵の中のバランスとしてはあんまりこう良くないというかこ,うこのくらいまで線でも手前やから出してあげようっていうふうに線でもええんちゃうかなというふうに思うんですね。 まあ多少はもちろん暗くしてあげた方がいいとは思うんですけどせっかくなんかこれだけ背面とか後ろの方とかすごくこう色を作って丁寧に置いていっている割にはいきなり手前になってきたらねえ 突然ここのところにぐっとこう赤ですとかなんか見えてきてここまでこうもう少し脇役やからちょっとこう意図的にこの辺っていうのは少しちょっと渋めにしたろうかなぐらいの感じでもええんちゃうかなというふうに思ったりしますまあその辺っていうのは絵作りですので別にここの屋根が赤やったからとか黒やったからっていうことじゃなくて絵の中でどういう,こう色がいいのかなとかっていうのを選択してあげてもいいのかなと ね、この辺というのは本当にこう、まあ、脇役っちゃ脇役なんやっぱ後ろのここの山々の部分が絶対的に主役ですので。 でなんかこう後ろの方なんかもちょっと絵の具かなんかを不透明かなんかにして、ね、空かなんかとかもガッとこうもうベタっとこうしっかり混色して置いてあげるぐらいの気持ちで今空のとこを少し置いてみたんですけどとかこのなんか、えー、とブルーグレーみたいな色とかもガッガッとこう絵の具をしっかり混色して少しこう置いてあげるとかっていうような仕事が上の方とかにもねって入ってきたりすると。 それはそれでかっこよくなりますね。こうね。わかりましたって言って、この辺にぐぐっと置いたような雰囲気ですね。絵の具もしっかり厚く乗せてもちろんいいんですよ。後ろの方とかにも。で、手前の方に、うん、ねあの、厚く乗せたらもう手前出てきてしまうっていうんじゃなくて、やっぱりこう絵の具とのぶつかり方、色のメイドの,のこう差やったりしますから。 えー、そういうの後ろのほうとかもゴンと絵の具を置いてあげるぐらいの気持ちで、えー、この中腹の真ん中あたりの山なんかも薄くこう磨かってる色にまた不透明かなんかをダーンとこう置いてみたりとかするぐらいのこう気持ちで、えー、置いていかれてみてもいいのかなというふうに思います。それでこう熱いところもあったり薄いところもあったりとかキャンバス地が見えるところもあったりとかして。 ちょっとこうしっかりと色を混色しながら置いていくというようなことをされていかれることをお勧めしますかねっていう感じですよね。もうちょっとこう僕やったら色作るかな。まあ、ここで現場でこうスケッチとかしていたとしたら、もちろんこう前後関係出すっていうのはあっていいんですけど、なんかね、こう。 よいしょ。手前の方も確かに黒い、暗い、手前から暗くして空気遠近法みたいなのを感じさせるっていうのはわかるんですけど、自分の目とここの場所みたいな距離感もまたあるわけですから、これぐらいのこうなんか色でも十分なのかなと思ったりします。はい。次の作品に行きたいと思います。こちらの作品です。お、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 お えっと、あ、せいなかさんです。17回目ですと。タイトルは観音の滝。何度も私もいたことあります。えーえー、キャンソンボード FB5 サイズ透明水彩、えー。佐賀の七山にある滝の清流を描きました。昨年の8月から還暦古典を機に、無謀にも水彩画にちゃう。<laughs> 無謀にもって。<laughs> ねえ、よいや、今さ、あの、ね、この間もあのねラーメン屋さんでばったり会いましたけどね。 なんかこう、あれですね、色鉛筆みたいな感じですね。なんか、アクリル絵の具のような感じの透明水彩を描いていらっしゃいますよね。なんかね、なんか、クレヨンみたいな、これパッと見た印象としては。 もうちょっとなんかこう決めていくところはなんか決めていったらいい,い,いような少しなんかねあの千中さんの性格っていうか何度もお会いしたことあるから <laughs> 一番初め会った時は「これの人怖そうな人やな」思ってねなんかあの確かれ何年前かな。 ね、なん,なんの慣れでしたよねあの何とかみたいなこうねあの学生さんがなんか,いなんかで行ってなんかやるやつの中で行ったような記憶あるんですよねもう15年ぐらい前ですよあれね確かね確か僕こっち来て34年目やったような記憶あるんですよでだ誰やったかな <laughs> 今一生懸命思い出してるんですけど誰やったかな <laughs> でも中さんの印象だけはうわなんか、ね、ああの昔の,なんかあ,のあそこの大学のあの雰囲気やなというちょっと感じがしながらですね <laughs> なんか分からんけど <laughs> 何をだらだら言ってるかねごめんなさいねこの方としか分からんようなちょっとなんか体育会系な感じがあるような,あのなんかね僕の中で雰囲気やったんですね。<laughs> 東急芸大で言うととちょっとラグビー部的な感じなんかねよいしょ少しこう前のあの真ん中あったりとかを要は水がこうなんていうかはっきりと岩が出てるところっていうのはなんかもう少しこ,うここは止めてはっきり書いてやろうとかもうもちろんこ、ね、何度もここも見たことある場所やからですねでまあ水量とかによってもそれは違うんですけどこう。 はっきりと見えるようなところこう絵の具をこう留めてこう描いたろうとかですね。やったけどなちょっと思い出せそうやねんけどな <laughs> 思い出そうやねんあれのあれのあれでなんかお世話になった時にな。 誰やったかなちょっとで出てきたなけにすんだけどすいませんダラダラと言うてますけどね、えー、何の話とんねって感じこう絵の具をとどめてエッジを強くするようななんかこう全体的にこう油絵でこう何て言うのかな印象派みたいな描き方にも見えてきたりとかするんですけどグッとこう決めるような仕事みたいなのちょっと入ってきても絵の具をこう ビタッとこうしてエッジが出てくるような仕事とかも入ってきてもええような感じがするなという絵でございます。そういうこうなんか止めるとかね、あの絵の具をその一回である程度一発で決めてあげるみたいな層を意識して一層とか二層とか三層とかそういう意識みたいなのを少し持って書いてみてもいいのかなというふうに思ったりとかします。これは現場で書いたんかななこじゃないよな多分な。<laughs> ここはどうかな あそこでも僕書こうと思った記憶あるな。なんかいや、やったこと確かあった。書いたことあったかもしれんない。すみません、ぼそぼそ言ってますけども、観音の滝のお話でございました。背中さんとの出会いのお話でした。次の絵はこちらです。えっと、田村伸之さん、14回目です。おすごいですね。もう毎週、こう、解禁書のようにこう、ここのとこね。えー、リンゴ、お14回っていうことは、えっ、ー、と、は 7ヶ月ぐらい出しててるってことかな 6B から 3H、殺筆、えー、練り消し、えー、消しゴム、うん、コットマン F2 号、細め、えー、先生の果物デッサンの動画を見て、リンゴを描きました。だんだん質感やあ量感が感じられるようになってきたのではないかと思います。を初めてのりんごをデッサンしたときは、皮の模様に気がついて、えー、こんなのを描けるのかと、手も足も出ませんでしたが、今回はチャレンジできました。えー、ハイライトのテカリも好きなポイントですと。と いいやー絵が楽しくななってきてきるんじゃないですかなんかそんな感じしますよね初めの頃に比べるとグイグイそういうのが伝わってくるようになりましたしあの月2枚ずつずっとこう継続して出され続けているからこそあるこう実感とかね初めの頃はこんな模様描けるんかとか思ったと思うんですけども。 それが徐々に掛けるようになってきた実感後が湧いてきているのではないかなというふうに思います。そういうこう本当にこう僕はあのねあのある程度こう掛けるようにもうこの前にもその二高評価っていうのをやっていたからあその段階からこう出していたとかっていう人も結構いたりとかして要はもうえ高評価何年さまる年やってる計算なのかな。 で、多分、もうその前から出してる人とかも結構いるんですよ。で、やっぱりこう、そ、それは3年間、えその当時は週に1回ずつぐらい見てたんで、それ1年やって、やっぱりさすがにも息切れしましたけど、<laughs> あの、今2週間に1回なんで、ね、こうやってこう、今でも100枚ぐらい、今週多分ちょうど100枚来たんちゃうかな、77、十七枚見ていて、えー、っと、あれが、 えっとメンバー限定版が23枚あったのであ七70そんな見,見てるんやっていう感じ100枚ぐらい見てるかなっていう。 でまたこれ鉛筆立てて描いたりとか少しこうこするような表情みたいなのを少しこう入れていったりとか両線と呼ばれる線でちょっとこれ少しそういうのが消えてしまったなっていう感じがするのでどこかにそういう境目みたいな線とかがもうちょっとこう入ってきたりとかしやんかなっていう感じとか輪郭なんかねもう本当にギリギリのところまで攻めぎあってでそのギリギリのところまで描きながらも でそれでもこうなんか最後こう輪郭がこう,うわーっとぼけていくような感じみたいなのをしょ、ね、少しねいや本当に学校の先生とかがね美術の先生がもうちょっと絵を描ける時間とかねあの少しね それ,でそれで子どもたちにこうクリエイティブな楽しさみたいなのをね何の話しとねって感じですけどねでこうやってこうコツコツやってりゃ少しずつ少しずつこう良くなっていくんやでっていうことをこう皆さんにねお見せできていく田村さんとかね、えー、がいていただけると非常に私はいいことやと思いますでちょっと輪郭のところも少しこう変えていったりとかしてほんの少しですけど密度上がってきましたよね。 で奥にもうちょっとこう回っていくようなところみたいなのをもう少しこう奥のところとかを少し手前と奥のこう輪郭の違いみたいなのがほんの少し描けてきたりすると、ね、こ,ここの分かりましたどこやったかねここのところとかここのところとかここのところとか、ねえー、ここのところに稜線とかそういったものを入れたりとかしましたよ今ね。 えー、そういったところをちょっとずつやっていくと、あ、またちょっとずつ丸みが出てきたなとか、立体感出てきたなとか、質感出てきたなとかっていうのを感じませんかね。もうここからそういったところを観察しながら、それでもこう、回り込んでいるぞとかっていうのとかを、ね、今のこう、これ私が解出した状態とかねあ、これはした状態。してない状態、少しこう、球体感みたいなのにもっとより出てませんかね。あ、出てきたぞと。 おね、前に出てきたぞとかいうのもとかもちょっと伝わっていくんじゃないかなと思います。えー、この調子で本当にもうねもういきなり上手くなることとかねいきなり書けるようになることはないと。 もう世の中こう簡単になりすぎてた世の中いろんなことがね簡単にできすぎるようになったそしてそれを求める人が多すぎるいやもう本当にね、えー、一歩一歩バニの頂上っていうのはね人が作ったんですよ何、ね、の話してんねんって感じですよねピラミッドも人が作ったんですよコツコツとね積み重ねてねどんだけの人の手やねんっていう感じかもしれませんけどはいこんな感じで。 えまた戻しますがあこういった感じで描いて、えー、少しずつあー頑張って、えー、密度を上げていってみてくださいはい次の作品に行きたいと思いますすみません最後やから張り切っているのか寝起きやから元気なのかこちらの作品でございます この方もね、長いですよ。すみません、遅くなりました。鳥出のじいさん、えー、西崎さんですね、品紅や油彩六五、お正月のお飾りユリ、ゆ、え、り、ー、花描いてみました。18日夕方6時頃、鬼公表に送信しようとしましたが、送信の前にもう一度見直していると、その絵はどうもゆりの花として物足りないと感じ、神さんに確認すると、孫がゆりの花粉の匂いを嫌がるので、おしべとめしべは摘み取ったのよ、と、えぇ、ー、大急ぎで送信前にインターネットでゆりの花の写真を見て、 黄色い花粉を描き加えましたと、えー、お利口評お願いします <laughs> 面白い なんか足らんなと思ったっていうことは、じゃあこれ送信前に、こう、ここがなかったっていうことなんですね。もうここのところがなかった状態やから、なんか違和感あんなっていうことに気づきあったんですね。ここが、よし、その状態戻したろ。もうね、人なよね。せっかく直したのにね、戻すという悪魔のような人間ですけどもね。これがないから変な感じがしたという感じで、それに気づいたんですね。面白ー。 面白奥さんもね優しいですねそういったこういう感じだったんですね。はあ、確かにね。 わやっぱあった方がええですわ全然ええー、おもろいなと思いますちょっとここまでええくらいですかねなんかこう送ってくる映画若干いつも暗い時があったり結構きれいにパチッと撮れてる時もあったりちょっとなんか今回すごい暗いなっていう感じがするんですけどね特になんかまあ暗いのもあるんですけどここのこう台座のところあっちゃ ど,どうなんですかあのご家族のご感想とかはまあここで聞けへんけどあの孫さんいっぱい書いてたけど僕悪ないと思うんですけどあの生物も。ね、こで一番下のこの台座のここの接地面っていうのはちょっと書いてある方がええかなと思ってでも写真見たら暗いのでもしかして。 書いてああったけどあれななのかなすいませんこれはもう削除しときましょうね、えー、この台座の設置面ってすごい大事やなっていう感じがしてで、えー、この背景にあるこういう,こう線みたいなのとかはこうねに対してはやっぱこう台座のここのところは書いてあげた方がいい,なかい,いのかなっていう感じがしたりとかします。ただなんか あの、いいですよ。生物もすごいいいし、多分これ、油絵とか人物画の方とかにも、今お孫さんをぐーっと把握しばで我慢してやるかもしれませんけど、ね、何、何枚ぐらい描きました多分100枚は描いたでしょ <laughs> 多分100枚は描いてやるお孫さんばっかりですけどね。 でもすごく僕いいと思いますよ。えっ、ー、と、絵の具のこう質感みたいなのがね、なんかこう、あの、迫ってくる感じみたいなの非常にいいなと。まあなんかこう時間的にもっとゆとりがあれば背景のところちょっと明るめに書いてなんかグレーズとかしてそのマチエルとかの中に絵の具とかをすり込むとかなんかそういうこともしてあってもいいのかなというふうに思ったりとかしますのでまあそういったところとかあ次の課題とかにされてみてもいいかなというふうに思います。このちょっとね。 こ,のこれちょっと下描いてみようか少しね描いてみましょうかそれでこうほんの少しこう光とかがもうちょっとこう入ってきてなんかちょっと写真が思ってるより暗く写ってるんちゃうかなっていうような感じが何枚かそういう感じのがあったような記憶も確かにあるんですよね。 でもなんかあのスマホの写真ってちょっとこう僕なんか動画撮っててで最後の段階とかになって、まあ、完成だけはこうスマホでパシャッと撮ってそれ最後の,あの,あの画面に差し込むんですけどやっぱり動画の方が微妙な動画の中の方が微妙な色が出ているなとでも細かいディティテールに関してはスマホの写真の方が出てるなとうんどうしたもんかなと思ったりデジカメで撮れやっていうか一眼レフ。 のねデジカメで撮りやって話なんですけど面倒くさいからやらないというだけなんですけどちょっとこの、えー、と入れもあの花瓶の明るさとか設置面みたいなのがもうちょっとこう見えてきたらもっと良くなるんじゃないかなと思います。 えー、ここでお知らせです。皆さんも鬼高評価出してみませんかあ鬼高評価出すにはメンバーシップの会員登録というのが必要です。で皆さんご覧いただいているこの鬼高評価というのはサブチャンネルというチャンネルでございまして、えー、メンバーシップの会員登録には本チャンネルの方ペインター小木曽の方にございますこのメンバーになるというのを押していただくとこう進んでいきますので、えー、そこから登録いただければと思います、えー。メンバーシップの会員の特典としましては鬼高評価への参加あ,あとは似顔絵を 私が古典などの時に、えー、書いてあげたりとかもします。 あとはスケッチ旅行とか、オフ会なんかも参加することができます。あとはライブ配信などですね、事前にこの場所でやりますねという告知をしたりとかっていうこともしますし、いろいろ特典ございますので、事前にですね、ちょっと教えれないような情報とかを皆さんに教えたりとかっていうこともしております。ぜひぜひ参加。入ったり出たりしてものって結構ですのでね、一回登録者2回出せますので、また出たり入ったりしていただいて結構です。あとは絵が安く買えるかもというのございますので、 えー、ということです。あとはメンバーシップの中にちょっと下の方行くとスペシャルサポーターというのがあります。ちょっとお高いんですけども、これ1年に1回何か半年間加入いただいた方に1年に1回何か、えー、それ相応のものを、えー、勝手に一方的に、えー、クリスマス時期に送りつけてやろうという企画でございますのでよかったらそちらも、えー、ご覧いただければと、参加いただければと思います。それではまた本編、どうぞ。 次の作品はこちらでございます。こちら、おこれもまたデッサン、いいですね。 くまこさはるちゃん2歳、えー、ワトソン2 3 9ムサム・ホール 6B、4B、2B、e、B、H、3H、サピス、今年もよろしくお願いします。年末に孫が誕生して1月は新潟に来ておりますと、あ地震とかそちらも大丈夫でしたかあ。今回は2歳になったお姉ちゃんの孫を描きました。実物は動いて描けなくて写真を見て描きました。先生の動画を、デッサン動画を何回も見たんですが、なかなかうまく描けません。あ新潟も地震でかなり 揺れました被害に遭われた方は日々の日常を取り戻せますようにと先生や、えー、と皆様の募金にもあったものま,ます。ということでございますけどねあのよかけてますよよくかけてますけどねあの形の外に側面にこう入っていく。 側面面に入っていくととかかの意識ちょっとこう硬い系の鉛筆がシャ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 入っててこういうのもうちょっとうまいこと使っていってあげたらおそらくこうもっと良くなっていくと思いますのでえでまああんまりこうやりすぎても初めの頃とかデッサンとかあんまりやられてないと方とかはあんまりこうあれなんですけどちょっと硬い目の鉛筆みたいなのでシャ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 少しこう。 ワトソンもこうねちょっと目の細かいもう少し細かいやつとか使われてもいいのかなと。 少しこう硬い今 HB というツールを使ってですけどえっと硬めの鉛筆とかでまあこれやと a H とか皆さんやった H とか 2H とかねちょっと硬めの鉛筆で髪の目の中に入っていくような表情みたいなんで少しこうしっとりしたような表情みたいなのを少しこう入れていってみたりとかこうねここの顔の側面に入っていくみたいなところとかをシャシシャシシャ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  それに対してこうザラッとしてるところみたいなものを書いてあげたりとかしていいと思うんですけどあとなんかね本当にこうあんまりやりすぎると皆さんねあの汚な穴ありますからあの殺筆とかでちょっとだけこうしっとりしたような表情とかみたいなのをシャ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  これだけアップにして書いてるとね、えー、後でこう離れて見せたときにどういう空港あれになるかどうか、やっぱり最後はこう立てて書いてあげるということがやっぱり基本は基本です、えー。ちょっと引きにしてみますね。引きにしてみました。じゃん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 どうですか。で少しこう硬い鉛筆みたいでしっとりしたような表情で。 新潟の市内とかもね上越とかの方もなんかあ結構被害あったみたいなのとかねニュースで見るとあの辺り界は富山とかもねなんかなかなか報道ベースには載ってこないので、えー、いろいろ新潟とかもあったんでしょうけどなかなかこちらの全国の方にはですねそういう,こうあれが載ってこないですけど。 なかなかこう地方で起きた災害っていうのはなかなか全国ニュースにねあの乗りにくかったりしますけどまあ石川県の方は相当こういまだにこう報道とかされてますけど、まあ、佐賀とかでも水害あってね僕なんか知り合いとかも被災された方とか結構いたんですけどやっぱあんまり報道もうね2日3日でさっと終わりましたんでそのあとがすごい大変やったりしましたけどね。よいしょ まあこの辺りとかの側面に入っていくみたいなところの,あの静かなこう世界観みたいなのが少しかけるようになってくるともうデッサンの動画ってどうしてもねめちゃめちゃ過失楽しいからずっとやってしまうんですけど髪の毛なんかはねもう,もう,もうちょっとこうあの暗い黒い色みたいなのがこう髪の目の中にギュッと入ってくるような感じでこうかいてあったりとかするとえもっともっと良くなりそうな感じがするなというふうに思ったりとかしてます。 ね、ちょっとなかなか過失が難しいとこありますけどねまああの無理ない範囲でですねあの新潟とかね桶がないようにしてくださいねまだ揺れてるとかというのはねちょっとニュースでは見ておりますが少しねし,しっとりしたような色みたいなの入れていけばどうでしょうか。<laughs> はい。次の作品です。あと2枚か。こちらの作品です。すみません。もうこのあたり遅くなってしまいました。こちらの作品でございます。えー、っと、項目店さん、67歳。うわ、32回目。この辺が最多出場になるのかな。えー、ペンション海空、海、空、コットマン f 4五昨年10月に高校時代の友人たちと愛媛のしまなみ街道にある、あ、お、大三島、あ、に行きました。そこで泊まったみかん農家があ営む小さなあ宿。 あの辺りかあ。ペンション、海、空です。1日1組だけの貸切コテージです。日陰を入れましたが、ちょっと不自然から。あ、影を入れましたが、ちょっと不自然かなと。大三島では絵になるところをたくさん取材したので、これから仕上げていこうと思います。まずはこれ、えー、おにこいをお願いしますということで。えー、なんか、海とかみかんやないんですね。<laughs> まずペンションから書きあったんや。<laughs> 面白いと思ってあ。影入れたのが不自然。ここのちょっと青さみ のが不自然やったのかなこちらのこう木のなんかはそんな違和感ないかなというふうには思いますけどちょっと絵にするには難しいですよね現代のこう現代風な建物みたいなのがドンとあってそれがど真ん中にあってすごいこうシャープな形であってそこにこうねこう現代のこうオレンジ色がドンとあってじゃあ他のところでこういうなんか色使いみたいなのがそんなにこう使われてなかったりするから少しこう突然こうオレンジ色とかすごい まっすぐの形がポンと入ってくるとかなってくると絵にこうしていくのってなかなか難しいところあったのかもしれませんよね。 なんかこう現代的な感じで描くんやったら例えば建物の中とかももちろんこの色やったんやろうけどお少しなんかこうこのブルーみたいなのを影の方を変えるというよりこの,この固有の色をそのまま描くんではなくて少し、えー、そちらの方の中にも少しブルー系みたいなさっと差し込んでみたりとか何かこうね 少しこうそれに対して周りの木々みたいなみかんのねあれやけど全然みかん描いてやらんですねかんきつ系あちらの方からも僕なんかあそういったものを送ってもらうことあるんですけどねなんかねよいしょ少しこう周りのところなんていうのは まあなかなかうまく描けませんけどちょっとこう勢いある絵の具みたいなんでえ少しこうフォローしてあげようかなっていうふうな感じがあってもいいかもしれませんしまあこういったこう現代的なものを描くとなると何かこう他のところで何かうまいことそれ以外のことを見せてあげたりすっきりと描くところはすっきり描いてあげたりとかなんかしていかないと下の地面なんかもなんかこう全部こうわーっと描くんじゃなくてほんの少しだけこうね描いてあげてえー 見せてあげるとかなんかしないとちょっと難しいとかあるんちゃうかなというふうに思います少しだけ開出したぐらいですけどまぁ、あ、あのみかんのあの農家とかもぜひぜひ楽しみにしております 最後の作品です。すみません。遅くなりました。こちらの作品です。ごめんなさいね。もう本当に適当にこう、べべべっと取っていくだけなんですけどね。えー、佐藤輝樹さん8回目。えー、M15 号、ジェスソ油絵、えー、スイえー、水面下では綺麗ではないけど、綺麗な花を咲かせる水蓮なんか神秘的な感じがするものですよね。えー、通信この絵は、えー、友人の中国料理店に飾ってもらう予定です。よろしくお願いいたします。ということで。えー、15号。わ、素敵な絵じゃないですか。いや、まあ、なんか、 もう今からなかなかこう直せへんから真上から見た状態でねえこうこの中え水の中も描いてあってねえいいじゃないですかねサインまで入ってるしねえなんか真上から見てるんですよね若干斜め上ぐらい斜めから見てる感じかななんかすごく面白いなと思いますよこのなんかシルエットみたいな暗いシルエットみたいなのがなんかこう聞いてきていてまあ いやこうスイレンの花が1個あってこうスイレンの葉っぱの色が白さみたいなのがもうちょっと私はやったら白さを抑え全部じゃなくともあのなんかこう全部にこうある程度ハイライトが似たように映ってきているから。 ちょっと最後にこう緑系でなんかこう押さえてあげて、えー、この白さみたいなのが少しこう抑えられてくるように描いたりするからちょっと描いたりするから全部にちょっと白が均一にちょんちょんちょんと光が当たってしまっているところまあこれぐらいだったら画質できるかなぐらいの範囲で一生懸命話してるんですよ。ね ちょっとこう緑をあレイヤー付け忘れ問題今週ひどかったですね <laughs> 5回目6回目7回目もうねもう最後の最後までやってしまいました申し訳ございませんレイヤー付け忘れ問題ですけどまあほんの少しのことなんですけど ちょっと全部がこう最後にちャンちャンちャンジャンと置いたような城みたいなのがあまりにもこうまんべんなく置かれすぎてしまっている気がするのでちょっとそういうのをもうちょっと抑えるところは押さえてみて、えー、その幅みたいな明るい色がもう少しこう厳選されておいてあるよいしょピャッピ困難が全体の中で見てみると左の方だけですけど少しやったね少しこう でえー、と白い上にあるこう明るい白い上にあるところはちょっと暗く見えるであるとかこう見え方がこうちょっと違ってくるような感じここのところも,も,もあの暗い上と同じように書いてしまっているのでちょっとこれがあ暗くこう見えてくるであるとかっていう感じで、えー、少しこうしてあげるとか。でで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  そういったふうに、書、えー、いてみてもいいのかなというふうに思ったりとかします。暗い色の上にちょっと見えている緑の葉っぱの色っていうのは、少し濃く見えてきているなとかですね。えー、いうふうに、こう書いてあげてもええんかなというふうに思います。よいしょ。ね、こういう感じで。どどないでか。だっただっただっだっだっ。 ね、なかなかこ,うこじゃれた、えー、いい額縁いい額縁って言うと変ですけどもあんまりこうデコ,レデコレラティブな感じじゃなくてもすっきりした額でいいと思うんですけどなんかこういいこう、えー、少しこうまあの 空間があって、そのマットかなんかがあって、で、えー、シンプルな額縁とか入ってたりするとすごいかっこいいような感じの絵になるんじゃないかなというふうに思います。さあ、今週ちゃんとでもできてるからなんか不安が残りますけども、ありがとうございました。えっ、ー、と、11、えー、月18日募集分でございました。えー、77枚あったんですね。で、えっ、ー、と、23枚、えー、と、 メンバー限定版があったから100枚ちょうどということでございました皆さんご視聴ありがとうございました次は2月の1日ですので、えー、メンバー限定版の方はその前の日の、えー、と第5水曜日かもしれませんけども、えー、2月1日の前31日か え30日かちょっと分かりませんがあそちらでメンバー限定版で1日が本チャン版ということでお待ちしておりますのでぜひ初心者の方もですねメール送るの不安やとかっていう人ちょっともう45日前とか練習で私に送ってもらっても結構ですしまずね自分自身にメールを送ってみるということをされる練習してみたらどうですか自分自身僕たまにやりますよ自分のパソコンから自分の,そこあのメールを送るんですよそうするとあのパソコンじゃなくてこうあのスマホとかで で画面あの画像を見れたりするじゃないですかその,、ね、あのちょっとややこしい話しませんごめんなさい付き合ってくださいね Windows 使ってるんですよねあとは Mac のパソコンも持ってますで Mac 同士やとあの同期って言うて画像とかが同じものがシェアできるんですね画像 Mac と iPadiPhone っていうのはでも Windows は同期できないんですよだから Windows でしか見れない画像ってあるんですよ でそれはどうしたらいいかというと USB とかも MacBook にさせないんですよ。いややこしいでしょ。ごめん。で 画像を送るしかないですよだから自分のメールに自分で送るということをたまにするんです。でそういうふうな練習とかにもなりますし難しかったらあのぜひぜひちょっと早めに、えー、事前に相談くださいあので,できる範囲で、えー、もう下手すりゃ、えー、とズームとズームとかは難しいね LINE とかでお話しするかもしれませんしねよかったらお待ちしております。それででははすみまませんありがとうございましたではチャンネル登録 よろしくーも